未知との遭遇ということで始まりました朝日ステップ普遍いや朝日でしょこれは。ほら芹沢さん、芹沢さん、うわ、おう、あー、しかしあれだね、こんなところで寝てたのかい。それでは自由研究の半分けですけど、今の席をもとに、うん、どこにあるの？サバンナ。うん？ヒョウとかバッファロー。おー、うん、さっき先生と話してたビョンってなるやつ。なるほど。隣の席の子はこんな感じだと、そうだね、反応に困るのかもしれないね。確かに。どういうこと？南口出てすぐビルの上？ありがとう。うん、あ、お、ないよ。お、ないよ。なんか新鮮朝日のこういう口調って。バイバイ。かわいい。まあそうだよね、最初からこういう性格だったよね。思い立ったら即行動みたいな。やっぱ浮いちゃうよね、どうしても。っていうのがいつもの朝日の感じなのかな。ここのモニターだ。お、ここってプロデューサーと出会うところかな。全然出てこない。どのくらい待ったら出てくるかな。あれか、あの街灯で立体的に見えるモニターってやつかな。それでサバンナの何結局ここら辺の意味が分からなかったんだけどね。サバンナ、うん、そういうことかな多分。そうだと。すごい動いてる体、ダンス来ましたね。お、終わっちゃった。おお、もう興味はそっちに飛びながら向かってるんだ。パッと手伸ばして、はいはいはい、あ、ちょっと早いかも。なんかニュルンってしてた。なんだ、大道芸か。ここでこう沿って、あ、ここを動かせる。おお、かわいいなやっぱり。お、もう一回流れないかな、さっきの。あ、もう興味はそっちに向かってるんだ。お、来たかな。あ、来た。お、この足音は、あ、やっぱりプロデューサーだもうね、プロデューサーの足音でね、分かっちゃうね。私っすか。あ、はい、私芹沢朝日っす。よろしくっす。おアイドルか。なるほど。それで何からするっすか。何からするっすか。私さっきのダンスみたいなのやってみたいっす。うんうんうん、ずいぶんやる気だな、嬉しいよ。でもまずは親御さんと話をさせてほしい。おー、そうだね。それから君中学生だよね、学校にも。ほう、よくわかんないから任せるっす。じゃあもういいっすね。おー、それじゃあ。
あ、あ、いや、ちょっと待ってほしい。君の連絡先とか何も知らないから。電話番号とかメッセージが送れるチェーンとか。チェーンならある気がするっす。ある気がするっす。どうやってやるっすか。おお、まあ普段使わないもんね、朝日はね。うん。でもいいよね、こういう自分の世界を大切にできる人って。さて、次ですね。歴史の話かな。はい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 。これあれか、さっきの最初にあったグループでの活動かな、自由研究の。え、あー、帰った人、芹沢さん。まあ朝日、そうか。難しいよね、学校の枠組みになってくると。やっぱりどうしても窮屈だよね。ここ渡って、お、ここはいつもの場所ですね。事務所前に来るのかな。お、プロデューサー。なあ、そうですよね。手土産も必要か。誰だ、葉月さんと電話してもしてたのかな。こっちでいいのかな。あ、もうすぐ着くって言っとこう。ありがとうございます。助かりました。あ、やっぱり葉月さんだ。お、なあ、学校の許可って手続きが複雑なんだな。そんなこと言ってられないけど。おー、学校の許可取るの、じゃあ、ん、あ、でも中学校だとやっぱ違うのか、高校とかと違って。いや、そういうことなのかな。他にも取ってそうなんだけどね、許可取るとか。翼プロ。そうだ、手土産買っていかないと。こんにちはっす。はい、こんにちは。あなたは？芹沢朝日っす。プロデューサーって人がここでレッスンできるって言ってたっすよ。まあ言ったかもしれないけど。なるほど。そうだね、ちょっと飛び込んできたね。私早くやりたいっすよ。あ、いいことだね。そうだね、予定がね。スンってなった。いや、多分行ってないんじゃないかな。そう、え、プロデューサー言ったの。じゃあということで、あれ、時間が過ぎてる。あれ、トレーナーさんから珍しいな。はい。え？って感じだろうね、プロデューサーからしたら。君。ああ、お、やってるね。ああ、滑るな。滑る？あ、床が？この前の人っす。どうも、この前の人です。どうして急に。連絡したっすよ、今から行くって。いや、確かに来てたけど、ごめんな、気づかなくて。って、いや、そうじゃなくて。それより、さっきレッスン受けてた人、靴履いてたっす。あれだと踊りやすいっすかね。ん？くるっと回るのは、シューってできるっすけど、キュッてかっこよく止まれないっす。あ、あれか、今、靴下で。こんな感じで。やってるのかな。ここどうしても滑っちゃうっす。すごいな、また覚えたのか。ダンス用の靴用意しないとな。それから練習用の服とか。
あ、でももう少し待ってほしい。いろいろ準備が整ってからだ。早くやりたいっすよ。その気持ちはすごく嬉しいけど、君はまだ中学生だから何をするにも保護者の方と学校の許可がいるんだ。それはやってくれるって言ったっす。まあもちろん俺に任せてくれ。でも君もこれから仕事になるんだ。少しだけ待ってほしい。順序を踏むことも大事だから。もういいっす、帰るっす。ああ、まあ、わかった。でももう暗い時間だから車で送らせてくれ。よし。いや、私一人今萌地にいましたね。じゃあまた。はいっす。これがあれか、初日の出来事って感じなのかな。なるほどね。ああいう対応でよかったのかな。難しいっていうのは言い訳だな。彼女のせいじゃない。でもちょっと調子が狂わされるな。かわいい。調子狂わされるけど、およ、事務所じゃない、これはあれか、学校か。あー、先生ね、はいはい、あれ、ルカの事務所もこんな感じじゃなかったっけ。まあまあまあ、そこは細かい話ですね、はい。私、翼プロダクションでプロデューサーを務めております。結局名前って決まってるのかね。やっぱり設定としては一応公表してないだけで。どうなんだろうね。なるほど、のびのびと勉強できる環境なんですね。はい、一人一人の個性を大切にしています。あ、すみません、車を裏口に止めてしまったのでここで。はいはいはい、なるほどね。先生もちょっと大変だね、こうしてくると。はい、今後ともよろしくお願い申し上げます。失礼いたします。あー、緊張したな。ん？なんで？おー、お、こんにちは。ん？ああ。どうも。何してるんだ？偉人の地図を隠す。藩の自由研究で。偉人の地図？この模造紙にか？そうっす。今は何を書くかから調べてるっす。下書き終わるまで帰っちゃダメって言われてるっす。おお。一人じゃ大変じゃないか？係は私っすから。あー、押し付けられてんのかな、これは。そうか。でもなんでこんなところでやってるんだろう。ところで、こんなところに机と椅子運んで大丈夫なのか？ん？これ、元からここにあったっすよ。多分、予備とかっす。なるほど。なんでここにいるっすか？ああ、先生に挨拶に来たんだ。君にも遅延したんだけど。ん？ん？ああ、そうか、学校じゃ見れないか。今日先生と話したよ、アイドル活動について説明をして。そうだ、見てほしいものがあるっす。お？なんだろう。うふぅ、いい眺めだな。ここなら前よりちゃんと踊れるっす。おー、
まあ靴も履いてるし、そうだね。えい、ふっ。どうすか？曲なかったっすけど。いやあ、聞こえたよ。これで歌もあるっすか？うん、でも体の使い方覚えてスタミナついてきたら歌も歌えるようになるよ。ほんとっすか？早く教えてほしいっす。プロデューサー何思ったんだろうね、今。あ、しまった、次の予定が。急がないと。でも、ちょっとほっとけないなって感じかな、やっぱり。お、あー、そうか、そうだよね、みんな気づくよね、さすがに。あの人、先生と話してたよ。なんか芹沢さんのことで来てたみたいだけど。ああ、まあ若い、まあそうだよね、さすがに。そうは見られないよな、お父さんには。そっか、別に。そうだね、作業お願いはしたけど、まさかあんなとこでやってるとは思わないよね。やってはいるんだけどね、やっぱり難しいな、その辺は。あ、下書き終わったよ、これでいい？おお、お兄さんって言われるぐらいなのか。お兄さんじゃないよ。なんかやっぱあれだね、その、何って。アサヒはやっぱこう興味のない人に対しての接し方との差がすごいね。まあしょうがないけどね、この辺は。おろ、また天井じゃないや、屋上でやってるんだ。いやーにしてもあれだね、やっぱり。あー、青空がよく似合うよね。完璧にできた気がする。さすがに今日はプロデューサーいないか。まあそりゃそうだよな、頻繁に学校来るわけないしな。じゃあ私はアイドルになって完璧に歌とダンスやってみたいっす。君ならできそうだ。あ、でもアイドルっていうのはダンスが歌が完璧ってだけじゃダメなんだ。ふー、完璧なのに。そうだね。じゃあどうしたらいいっすか？何が必要かっていうのはその子によって違うと思うんだ。すぐ知りたいっす。私はなんすか？でもその辺はもう冬子もめいちゃんもいるし、なんかいい気はするけどね。それはすぐには見つからないんだ。宝探しみたいにあると信じて探し続けたら見つかるっすか？ワンピースはあるってことだね。わからない。でも君なら見つけられるかもしれない。一緒にキラキラするものを探しに行こう。キラキラしてる？今どう？よっと。何してんの？いいと。さすがにフェンス登ったりしないか。何してんの？やっぱ登ってるじゃないか。
ちょ、そりゃ先生びっくりするよ。俺だってびっくりしたよ、今。こら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 。あー、危ない。痛いっす。もう、ごめんなさい。でもあなたがあんなバカなことするから。そんなことないっす。いやー、じゃあ何してたの？フェンスの向こう側に行ってみたかったっす。わかるよ、その気持ち、俺も。あー、てかまず俺屋上に行ってみたかったな、学校の。禁止されてたんだよな。空見てたら、フェンスが邪魔だなって。ね、邪魔だよね、ちょっと。でもしょうがないんだよな。あ、行きたいのは分かったわ。でもフェンスによじ登るのは、よじ登るのも越えるのもダメ。何ですか？越えてみるだけっすよ。落ちたりしないっす。ダメっす。だとしても危ないから、この向こうに立つってことは。それにそんなことしたら今後一切屋上も禁止よ。芹沢さんも他のみんなも。それはなんで他のみんなもなんすか？なんで、なんでだ。まあ、うん、あ、よくわかんないっす。うん、まあ真面目に言うと危ないものと認定されるからってとこあるけど、確かになんでみんななんだろうね。そう言われるとちょっと困っちゃうね。ああ、まあでも社会に出たらそっか、一人変なことするともう気にされちゃうもんな。向こうに行くにはどうしたらいいすか？学校の外出るしかないんだよね。そしたらあっちに行ってみたいっす。やっぱ飛び出すしかないっすかね。ん？先生。あら、先生。ああ、先生も一から先生やってると学校の外の世界っていうのもなかなか難しいのかな。どうなんだろうね。わからない。先生になったことないからその辺が。よし、書類は揃った。これ学校に提出したら正式に契約だ。待っててくれ。もうすぐちゃんとレッスンできるぞ。おお、いいな、なんかこのプロデューサーの感じ。もう来ましたね。それでは今後ともよろしくお願いしますね。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。まあなかなかないよね、確かに。とても大変になるでしょうけれども、でも芹沢さんにとっては多分いいことなんじゃないかなと思います。おお、先生もやっぱ思うんだね、そこは。今プロデューサーと一緒に来てるのか。いつものところにいるんじゃないかな、多分。いたね。こんにちは。やっぱりここだったんだな。あ、来てたっすか。うん。あ、この前言ってた偉人についての自由研究か。そうっすよ。旅とか転居とかの移動の足跡をたどってるっす。でも一回作ったら小さい見づらいって言われたっす。あー、やり直しか。大変そうだな。あくまで一例なんだけど、背景を薄く塗るか、いっそ色塗りは省いてもいいかもな。字が見やすくなる。うん、
まあ、あるいは椅子のことね、黒背景に白文字とかっていうのもいいかもしれないけど。そうすか。見出しは太字で、いや四角く書こう、うまくつけてもいいな。もう社会人のパワポレクチャーになってるじゃんこれ。項目ごとに字体やデザイン書いてさ。あ、そうそう、そんな感じだ。うんうん、おいいっすね。もっとないっすか。そうだな、いいな、楽しそう。これなら怒られずに済みそうっす。やっぱ美少女だよな。すいません、なんでこんなことわかるっすか、すごいっす。仕事で似たような資料を作ることもあるから、まあ別にすごくはないよ。そうだ、これも見てほしいっす。ん、なんだ。うんうん、音楽雑誌にオーディション雑誌。この人たちのライブすごいらしいっす。おー、どうやったら見られるっすか。なるほどな、ライブ、このオーディションってのは。早く歌ったり踊ったりしたいっすよ。どれから受けたらいいと思うっすか。ちょっと待ってくれないか。お、やりたいことはいっぱいある。でもそうだね、順序は立てないといけないから、まあそこはこの前プロデューサーの仕事だね。ここで先生に怒られたっす。うん、ちょっと聞いたよ。でもなんでそんなことしたんだ。遠くの方見たかったっすよ。でもフェンスが邪魔だったっす。四角い窓ってそういうことか。なるほどね、そうか。見るのもいいけどさ、行った方が楽しいよ、遠くまで。どうした。さっきオーディション受けるのはダメって言ったっす。まあ勝手にはな、ダメとは言ってないよ。必要なオーディションなのか、タイミングは今なのか、一緒に考えさせてくれ。それが俺の役目なんだ。これからずっと君のそばにいる。プロデューサーのアイドルになっていくために、これからは一緒にやっていこう。ほう、ずっと君のそばにいる。はあ、なるほど。大丈夫っす、一人でやるっす。いや、どうして一人でやりたいんだ。一人の方が自由で楽しいっすから。そうかもしれないけど、君の言うこともわかるよ。でももし君が行きたい場所があったとして、そこに行けない事情があったとき、どうやったらそこに行けるのか、俺なら一緒に考えられるし、手も貸せる。俺は君の地図になる。君はそれを広げてどこにでも進んでいけばいい。地図、宝探しみたいっすね。覚えててくれたんだな。一緒に宝探しをしよう。わかったっす、一緒にやってみるっす。おお、よろしくな、朝日。よろしくっす、プロデューサーさん。朝日着いたぞ。ちょっと職員室先行ってるなと。おお。おお。
あー、そっか、特例が出てるんだ。許可取ってあるよ。わっ、授業中はダメだけど。すいません、あの声がでかかったかもしれないですね。おお、やっぱ破壊力あるな、この衣装は。なんでだろうな。ねえ、また来たよ、あのお兄さん。お兄さんじゃないよ。あ、言っ、まあそこ話してないのか。プロデューサーさん、じゃあ行くね、バイバーイ。まあいいのかな、これはこれでも。まあ朝日もそんな望んでるわけじゃないしね、同級生たちと仲良くするとか。あれ、ここ、あ、撤去されてる。あー、プロデューサーさん。なるほど、これはあれか、もう朝日はわざわざここにいる必要はなくなったっていうのを表してるのかな。居場所ができたっていうことで。そういうことだろうね。そうなんすよ、ここにあると私が行くからって。そっか、じゃあ屋上とかに行くのか。そっちもしばらくは立ち入り禁止っす、問題起こした子がいるからって。あら、そっか、それって朝日じゃないよな。私じゃないっす。そうなの。そうか、まあ行けなくなって残念だな。お、そんな感じもなさそう。あー、かわいい。失礼しました、出てしまいました、かわいいが。あれからいろんなことあったよな。プロデューサーさん、プロデューサーさん、はい、早く行かないといけないんじゃないですか。冬子ちゃん、めいちゃんが待ってるっすよ。冬子ちゃん、めいちゃんが待ってるっすよ。やっぱいいな、この3人は。あ、袖引っ張らないでくれ。大丈夫っす、一人でやるっす。ああ、そういえば言ってたね、そんなことも。もう忘れちゃったな。もう今はもう3人でやって、プロデューサーも加えて、楽しいんだろうね、本当に。もう、いや、いいな、かわいいな。いや、そうだな、急ごう。おー。で、今がありますよっていうところでして、よかったです。まあ、ある意味羽ばたけた一人の子っていうところで、いやー、やっぱいいっすね、こういうコミが読めるのは。はい、ありがとうございました。じゃあまた次回もよろしくお願いします。